渡辺世界人こそ東京2020オリンピックというのもね、まあ、皆さんご存知の通りパリオリンピック本日より開催です。7月26日開会式でね、まあ、もうその前に競技をやってるんですけども、オリンピックが始まったということで、となったらもうこのゲーム久しぶりに引っ張り出してやるしかないなということで、はい、やることになりました。なんとね、前回の動画見たら3年ぶりでした。2021年以来なんで、かなりちょっと空いてるんですけども、まあしかも今回ねプレイステーション5で、前回はプレイステーション4でやってたとか、いろいろと環境がちょっと変わっております。果たしてどうかというところなんですけど、ちょっとまずマイデータから見ようかな。私の過去のちょっと成績を見てみたいな。今私どのぐらい、3年間全く手をつけてないんですけど、ランキングどうなってんのっていう、ちょっとね、気になるところなんで、それは。100メートルみんな怖い。100メートルみんな怖いな。100メートルが最後の砦でもあるんで、この辺見ようか。スポーツクライミングどうでもいいところ。どうでもいいところ。あれ？ソートかな？これだ。これでいいな。ランキング未参加、またはランキング圏外。なんだって？まあ確かにひどかったからな。なんだって？あれ？どういうことこれ？ああ、いるいるいる。どこにいる？私がどこにいるか見つけらんねえぞ。どこだ？私のこの赤ちゃんなんですけど。ああ、いた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 。はい。2028位だ。うん。まあ、水泳とか全然やってなかったんで、あれなんですけども。2000台。さあ、4×100m リレー、結構頑張った。どう？嘘？結構。まだこんなとこにいるの？私、113位にいますよ。世界で113位っていうのはなかなかじゃないですか？ねえ。はい。そして、走り幅跳び。この辺は全然ダメでしょう。はい。ハンマー。これもダメでしょう。ああ、でも、まあまあ上にいるんだ。それでも。ハンマー苦手だったんですけどもね。それでも、456位に。そして、110メートルハードル。おお、すごい。世界のトップ100に入ってる、まだ。私。やるじゃないか。100位ちょうど。100位だったよ。3年間やってないのに。ていうか、この上の人たちも多分3年間やってない人たちが大半だと思うんですけども。そして最後100メートル。100メートル100はないでしょ。おお、トップ100に入ってる、まだ。そうなの？ああ、そっか。7.299 っていう、そういう、だったんだけど、あーそっか、はいはいはい。ということでね、なんかこれ見るとちょっと満足しちゃったな。なんかまだ私ここにいたんだっていうことで、ちょっとさ、まあでもこれでさ、もし久しぶりにやって200位とか300位とかに沈んでたら、あれ何か仕様変わったっていうところもあるんですけど、変わってないってことは何も変わってないでしょ、きっとゲーム的にも。いじられてないっていうことでしょう。だったらやれるかな。ちょっと久しぶりにね、今回は記録を出すとかそういうのじゃなくて、ただ、オリンピック気分で楽しんでみようかなという、ただそういう動画になっております。なので、記録などは特に当てにしないでやってください。3年ぶりにやってどうかっていう、ね、ただそれだけの話なんで。まずね、操作方法がね、まず忘れちゃったしね。今なんか太っちょのガリナットだから、やっぱ久しぶりだからはるかちゃんで、ね、久しぶりだからやっぱはるかちゃん使いたいよね。はるかちゃんいる？誰これ。作ったけど誰だこれ。なんね、これ。誰だろう。誰だ。りょうさんとかね、作ったの、当時のね。桑田佳祐さん。これはるかちゃんか。子供はるかちゃん、大人はるかちゃんでね、そんな感じで、はい。ロッカールーム、さらにマニアックな人たちが。もう、あ、これ、イチローだ、イチロー。思い出したわ。これは、ご存知の通り、室伏選手ね。あと、ベン・ジョンソンに、ベン・ジョンソンにカール・ルイス。ね、懐かしいわ。これが一応、桐生さんのすごいで作ったっていう。これが、空城城太郎のすごいで作ったね。これが、どっちだ？城太郎、城太郎、城太郎こっちか。じゃあこれ誰だ？
なんかわかんないですね。なんか上太郎がこっちっぽいな。これはよくわかんないな、うん、これは華僑院のつもりで多分作ったんだな、うん、思い出してきた。これがハンコックですよね、確かね。皆さん大好評だったハンコックね、はい、そしてマイク・タイソン、うん、これもハルコちゃんだよな多分の、うん、これが広瀬光一くんだ。よく覚えてるの私。しかしこれがね、これ誰だっけな、あ、ピストルズのあれじゃないの、ミスターじゃないかな多分、うん、ジョジョシリーズで作った人、うん、そう、これもハルコちゃんか、うん、でこれがねあれだ、あのロストジャッジメントやってたからあの人だ、ピエール滝のやってた人ね、役の人ね、全然似てないっていう言われた、はい、そんな感じで。これが誰だかもう分かんないわ全く。こんなキャラ作ったっけって。なんかさ、なんだっけ、あの人に似てるよね、なんだっけあの人、あー出てこねえな、玉山哲なんとかって人ね、あのマッサンのあの人、玉山哲司かな、うん、多分それじゃない、多分そんな、でも作った記憶もないけどさ、これはね、ガトリン。やっぱり、ジャスティン・ガトリン。よく覚えてるね、しかしね。まあ自分で作ったからね。まあそれだけこう愛着を込めて作ったってことですよ。もうこれ見ただけでも、こう、ほら。思い出したね。いろいろこの、もっと目を離した方がいいやとかさ。もうちょっと目の位置は下かとかさ。そういう、顎ひげはこうじゃないとかさ。いろいろもう試行錯誤して作ったもう、一人一人に愛着のあるキャラですからね。はい。まあ、というわけで、うん、まあ、それはいいんですけども。では、じゃあ、はるかちゃんで、うん。はるかちゃん、こんなマッチョだっけ、うん、まあ、でも、このままでいいや。うん、まず。うん、では、早速ですけども、100メートルか。多分ね、全然だと思うんですよ。100メートルやってみましょうか。遊び方から、まず。うん、スタート。スタート、バツね。うん、で、バツ連打で、バツね、はい、うん。ラストスパート中はバツも連打するとさらにパワーアップ。はあはあ、で、最後さ、胸出しするよね。R2 だっけか。うん。まあ、分かった。はい。まあ、今日はですね、まあ、7秒台出れば最高かな。うん。久しぶりにやってさ、3年ぶり出て7秒台なんか出たらもうちょっと嬉しいな。うん。オリンピックね。うん、オリンピックですよ、もうね。ね、パリオリンピック。もうね。ボルトもいませんから、もうね。もうサニーブラウン君がどこまで頑張ってくれるか、それだけですよ、楽しみはね。操作位置だ、もう一回見っこ、操作位置の。あ、上級、これだ。L2? スーパーベストスタート。胸張りが L1 か。危ねえ。R なんか全然使わねえじゃん、これ。L2 で L1 ね。はあ、はあ。セットが消えてから長押し。うん。ああ、なんか、こんな上級なことやってたのか、俺は。しかも、コントローラーの位置がさ、微妙に、前とちょっと、まあちょっと頑張ります、まずは。はい。はるかちゃん、じゃあこの格好だったけど、ではいやーできるかな、なんか久しぶりにやるとすごい緊張する。何このブーンなんて音したっけ、雰囲気を。あ、動いてない。なんかいきなり7秒95で、いや、あのさ、全然見てなかった、なんかどこ押せっていうの、出ました？全然指動いてませんでしたね。だってほら、もうここね、全然指動いてないもん、もう。7秒950、うん、まあ、もう一回やってみましょうか、はい、まあ久しぶりにやっていきなり7秒台出せたと。でも意外と
意外とだな、意外と出せちゃうもんだね。私もだってもう 3年間年取ってますからね。それだけね、私もおじさんですから、もうおじさん中のおじさんですからね。もうさあ行きますよ。セット、ああやってた、やってたっぽい。ああ 今は完全に出遅れたのかな、ちょっと見てなかった。どうなったの、どうなったんだろう。え、あ遅い遅い遅い、なるほど。ちょっともうちょっとやってみたいな。これライバルとか出せなかったんだけど、あそっか、いなくなっちゃったのか、もう契約切れて、あの桐生さんとかさ、そういう人たちね。これね、ほんと指痛くなったんですよ、ほんと当時。コントローラーもダメになるしでね、もう。いいことないんだよ、ほんと。いいことないんだ。失礼な話だけど。セット、おー、まあ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 。まあまあ今のはスタート早くなかったかな。久しぶりにやってもこんなもんかな。ちょっと見よう、ちょっと見ようか。 スタートは、ああ、まあまあ特に早いとは言えないけどね。はい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 、うん、もうちょっとやってみるか。もうちょっとだけ、もうちょっといけそうだな。体勢がすごい悪いんですよ、それでね。前はね、こう地べたに座り込んでたんですけど、今、椅子に座ってるような状態で、膝に乗っけてやってるんでね。とってもなんかやりにくくてね。環境も変わっちゃってるんでね。セット、ちょっと待ってよね、もう一回。すいませんね、ちょっとやっちゃったんで。あ、こんなもんかな、やっぱり、うん、このぐらいにしときます。まあ久しぶり、約3年ぶりにやってね、まあこのぐらい出せればまあね、うん、7786、うん、まあ、決してよいいタイムではないですけども、まあ、今はまあ私の実力はこんなもんだということで、うん、はい、というわけで久しぶりにね、東京2020オリンピックの方やってまいりました。本当でしたらこの新しくパリで、ね、新たなオリンピックゲームとか出てくれたらやりたかったんですけど、そういうのはちょっと出なかったんで、やっぱり東京だからこそ出たゲームでもあるんで、これはね、うん、まあ、その辺は仕方ないのかなとは思うんですけども、まあ、今やってもね、とっても楽しいゲームです。ぜひまあね、機会があったら皆さんもどうかということで、はい、久しぶりにやってみました。はい、じゃあというわけで、本日はこの辺で終了です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。